セリーグの順位、決まり始める。1、2、3、4、5、6位、ここはもうほぼ確定したわね。もうワンチャンないか。巨人が落ちるならともかく今月8勝5敗じゃ阪神は勝ち目ないわ。巨人普通に勝ってるの強いわ。阪神がなんぼのもんじゃ俺たちの高橋宏斗がバンドでねじ伏せてくれるわ。すがすがしいまでの他力本願でよし。下位チームに託すしかない部分もある。青木の引退ブーストも2日で燃料切れか。源田の涙も効果は1日だったからな。一番今を楽しんでるのがヤクルトという風潮。もともともう厳しかったけど、今日で広島は完全に脱落かな。カープがここまで落ちるとはな。まだ3位やけどもう B クラス秒読みやろ。今シーズンまだ400得点いってないの広島と中日だけなんやな。阪神は今もう負ける気せえへんやろ。3位4位入れ替わって終わりかなー、なんとなく見えてきたな。やっぱ首位攻防はトラ巨じゃねえとな。巨人と中補強入れたし優勝したいんごねー。チュニドラドベも見えてきたな。さすがに巨人強いわ。